最近の SDGs キャンペーンが意識高い系のファッションのようで根本的な解決に思いません。バッチつけてたらやってます。アピール。現実はかなり厳しいと思います。政治や資本主義そのものの転換が必要な気がします。武井さん、どう思われますか？だって。まあでも中にはいいものもたくさんあるから、教育だったりとか、貧困だったりとか、そういったところにアクセスするっていうことも SDGs の一つだから、別にその環境問題だけが SDGs じゃないからさ、地球人の暮らしすべて、本当に貧困にあえぐ人がいるとかさ、教育とかさ、そういったことを、教育受けられない人、少なくするとかっていうこともあるし、ライフスタイルのこともあるし、その中の一つとして、そのなんか、気候変動とか、そういったことにアクセスするっていう項目が入ってるっていう。で、そこには、なんだろうな、いろんな商品とかをね、再生可能なものにしたりとか、アップサイクルできるものにしたりとか、そういう環境負荷を減らしていくっていう活動が入ってるけど、まあ、果たして、すべてが、プラスに働いていくかって言ったら、今ある産業を圧迫することもあるだろうし、そこはやっぱり、でもやっぱり地球人がずっと生きてきて、やっぱり地球の環境が人間が生み出した、まあ、廃棄物、いろいろな、放射性廃棄物に始まり、まあ、言ったら、なんだろう、化学物質に始まり、排気ガスに始まり、いろんなものが人間が化学で、自然をいじってしまったことで生まれた、本来地球の上になかったものがたくさん生まれる不具合っていうのが、他の生き物に多大な影響を及ぼしている、自然環境に多大な影響を及ぼしているのは間違いないから、それをただただ進めていく経済の今の形は、少し変えていかなきゃいけないんじゃないのっていう、少しマイナス転換する必要もあるんじゃないかっていう観点を持つのは、俺は別に悪いことだと思わないから、だから俺はSDGs のサステナビリティ広報大使っていうのを、環境省から、小泉大臣からも依頼されて受けてるし、だからそういった意味で、ただただその商品をどうこうしようとか、ただただプラスチック箱を持たないようにとか、そんなことだけじゃないから SDGs って、本当に地球を、これまで、豊かな暮らしができてた地球の環境をこれ以上悪くせず、できれば自然をもっと広める形で、自分たちの経済活動、またライフスタイルを圧迫しないように、いい形のビジネスに変換できないか、社会に変換できないかっていう、先進国が特に取り組むべき課題がたくさんあると思うから、だからやっぱり発展途上国だったり、もっと自然の多い国への負担もどんどん増やしてると思うし、やっぱり経済とか工業とかが発達した国が、本当にそういう生産、商品とかを生産することに増やしてお金を、やっぱり経済を回すってことだけに特化して過ごしてきたこの50年みたいなものの負債をちょっと返していかなきゃいけないんだろうなっていう時代だって地球人がみんなで認識し始めた最初の1ページみたいな気がするので、これから先どういう形でそれが進んでいくのか、何がそれを本当に達成する事柄になるのかっていうのをみんなで考えましょうっていう取り組みなんじゃないですか。だからその人たちが答えを知ってて、これをやるべきだっていうことじゃなくて、こういったことはどうなんだろう、これをやってみたらどうなるんだろう、1年間地球人がみんなこれ努力したらどうなるんだろうってことを少しずつ学んでいく期間だと思うので、決して良くないものだと僕は認識はしてません。